今回は、少女漫画界の巨匠竹宮恵子さん原作のファラオの墓を、モーニング娘。18主演でやらせていただくことになりました。これはエジプト、古代エジプトでのお話なので、あの言葉遣いとかがちょっとこう古く使われていたような言葉とか、だから現代ではなかなか使わないような言い回しとかいうので、メンバーはその滑舌とかに結構苦戦したりはしたんですけど、そのなんだ、まあ、セリフを覚えて言うのが舞台ではありますが、そのセリフを覚えたものだけを舞台で表現しても見に来てくださる方には何も伝わらないので、しっかりとそれぞれがその役を自分のものとして、その役の感情を伝えられるように精一杯頑張っています。前回と同じスネフェルを演じさせていただくんですけれども、こう前回と同じ役なので、前回も見てくださった方はあ、またあんなかっこいいスネフェルに会えるのかなとか、もしかしたら想像して待っててくださるかもしれないけれど、いや前回と同じのをやってもつまらないと思います。なので私は今回は今回しかないスネフェルの表情を見せられるようにという、稽古を積んできたので、今回しか見られない石田あゆみのスネフェルを楽しみにしていただければなと思います。私小田さくら、ナイルケア役なんですけど、今年は昨年は加賀楓ちゃんが演じているサリオキス王子の役を演じていて、ここは兄弟なんですよ。そんなので兄と妹をこう演じることができて、私はちょっと兄に対して複雑な気持ちを持つ場面があるんですが、去年兄の役をやっていたからこそ妹が愛おしい気持ちも分かるし、ちょっとジレンマがありながら今回は演じ分けを、なんか声の高さだったりいろんなことで昨年とは違う自分を見せることができたらいいなと思っています。あの私牧野マリアは前回はアリ役という男の子を演じさせていただいて、今回の暗記戦とは全く違うかったので、もう歩き方や仕草や一つ一つ喋り方など、あの一つ一つもう一度見直して、まあ、ありの時はリアクションがわーっていう感じだったのが、暗記戦だとまあみたいな、そういう少しのところも気をつけて稽古をしてきました。前回から代わりサリオキスをやらせていただくんですけど、前回はイザイという、まあ、親分的キャラクターの、まあ、男役だったんですけど、今回は王子、こう貴族の王子様の役で、なので前回は奴隷側の人間だったので、またそこの本当に立ち位置的な、そのどんな立場でどんな環境で育ってきたのかとかっていうところから組み立てなきゃいけなかったですし、先ほど牧野さんも言ったように立ち振る舞いとか言葉遣いとか、その辺ももう一回作り直していかなきゃいけなかったので、そこが大変だった部分でもあるんですけど、あの私は個人的にその剣道をもともとやっていたので、盾とかでなんか大きく活躍を見せ場をこう頑張ってやっていけたらいいなと思ってます。昨年に引き続きケスの役をさせていただいているんですけれども、そうですね、あのやはり主役の根源に変わりはないので、でその悪者チームが今回は軸という一人メンバーが増えて、あのさらに悪者チームというなんか感じがあってとても嬉しいんですけれども、あのさらにやっぱりケス悪かったねって言ってもらえるようにさらに深めていきたいなと思って、はい、今回挑んでおります。去年はメネプ神官という、今年は清水咲ちゃんが演じられている役を、させていただいてて、その時は結構出てきたらひたすら見守るみたいな役だったんですけど、今年はあのスネフェルの母親で割とスネフェルの人格にも深く関わるような影響を与えた人物なので、あの今回しか見られない石田スネフェルというふうに言ってたように、それを引き出せるように頑張りました。小田さくらちゃんは最近というか、あの去年前回とかまでは男役をやることが多かったけど、小田さくらちゃんはすごく女性らしい魅力を人一倍使う人なんですよ。コンサートとかでの見せ方もメンバーの誰よりもこう女性らしく見せている子なので、今までは舞台でそれを封印してたけど、今回は存分にその女の子の、はい私女の子可愛いですみたいなのを存分に出してきてるので、そんなじゃないですけど結構やってるよ。本当ですか？目とかその目線とかでも結構女の子を表現しているので、そこはハマってるかなと思ってます。ありがとうございます、うん、でも本当に声の、去年までは声を低くするのが本当に大変で、ナイルケアに対してナイルケアって言ってたんですけど、今年はお兄様っていう立場になったんですよ。それがそう、すっごくもうあ私の本領発揮だわみたいな気持ちにはちょっとなってますね、実は。私個人的にあの今回イザイ役をやられて、野中さんのイザイが
昨年ナイルキアをやられてたので、そこのギャップの差が私すごくなんか今回注目ポイントって思ってて、去年のナイルキアの野中さんもすごい可愛らしくて好きだったんですけど、イザイ役のその男前な野中さんもかっこよくて、私どっちも野中さんどっちの役やってても好きなので、ぜひそこも見てほしいなって思います。いい声してますね。そうなんですよ、野中は、うん、すごくいい声してます。私はかがくらじちゃんのサリウキスがすごくハマっているなと思って、前回はイザイを演じていたんですけど、今回のかがくらじちゃんはもともとなんかまっすぐな性格で、すごく眼差しっていうか、その目力もすごくまっすぐ純粋な目をしているなと思っているので、そのサリウキスを見てかっこいい、惚れちゃいそうっていうか好きになりそうって思います。てっきり自分がお姫様でみたいなことを言うのかなと思います、はい、かなと思ったけど、ちょっと大人になりましたちょっと前だったら言ってたね私もう高校3年生になったので大人っぽいのを目指して頑張ります。衣装さんが牧野ちゃんは会った時からプリンセスみたいだから可愛くキラキラにしといたよって言ってくださったので、こうキラキラな衣装を着て結局言ったね石田さんがこうずっと稽古場でも背中で語ってくださってたというか、やっぱり私たちって普段は歌って踊るっていうことがベースで活動しているので、お芝居になるとどこか一歩引くところがあるんですけれども、そこをいや、やるんだよ、ちゃんとやるんだよっていう姿勢を見せてくださったのは石田さんだなと思います。モーニング娘。18の中だと、私年上のメンバーなのにリーダーとかサブリーダーとかっていう役職をいただいたことがなかったので、初めてその任される立場のその役職をいただいたことはとても誇りに思いますし、座長ってこうまあ言葉だけじゃなくって、あ、本当にあなたの代わりはいないね、あなたが座長でよかったと思ってもらえるようなお芝居を、私のその本気を見せたいと思っています。こう代表する選手が決まったということで、モーニング娘。もみんなオーディションを経てこうして選ばれたメンバーがモーニング娘。として活動しているので、その緊迫感とかっていうのはなんかちょっとこう通ずるものがあるのかなと思うんですけれども、本田選手とかはこう特に絶対優勝っていう力強い言葉をよく残していらっしゃるので、日本の優勝も応援しますし、私たちもこの舞台絶対成功させるぞという意気込みで頑張りたいと思います。